名声オペラ、名声オペラ、1994年6月6日から2016年7月1日は、日本の競争場、シュボバ、1999年のノルグランプリ年度代表場、日本競馬史上をただ一等、地方競馬所属にして、中央競馬 GI 制覇を達成した。北海道ビラトリ町の高橋競牧場で生まれる。高橋牧場は後にフラワーパーク。 スプリンターズステークス優勝馬を出すなど実績を残すが、母テラミスが来た当時は、零細牧場の一つに過ぎず、テラミスを受け入れた理由にしても、少しでも予託料が欲しかったからとのことであった。事実、テラミスが繁殖品馬となったのも小野寺が、娘みたいなものだから、なんとか生き残らせてほしいと立っての願いであり、高橋牧場に落ち着くまで色々な牧場に声を、 かけるがすべて断られていた。また、父にグランドオペラを配合したのも、種付け量が安く、少しでも長く走れたら、馬所的に楽しめるとのことである。生まれた当初は、体も小さく、競争馬になれるのかすらも危ぶ生まれていた。そこで、夜間放牧を試してみたところ、馬体が格段良くなり、中央競馬に入球することも視野に入れられるほどで、あった。しかし、 このことを聞きつけた佐々木周一は育成なら垂択でもできます。まずは垂択で走らせてくださいと半分懇願する形で育成が終わっていないオペラを強引に入球させた。1996年7月27日に森岡競馬場で新馬戦を勝ち上がる。その後は勝ちきれないレースが続いたが暮れの頃からレースを覚え始め、 最終的には4勝をして、シーズンを終える。3歳ぐれからの連勝を伸ばし続け、ダイヤモンドカップで特別戦を初制覇。このレースは、当時の岩手競馬の有力同世代との初対決となったが、相手にしない圧勝。クラシックを前にして岩手4歳、ナンバー1の地位を確立する。東北三県交流の新潟競馬場で行われた、東北ダービーで重賞初制覇。 レースレコードを1秒近く縮める。菅原伊佐尾騎手はこのレース以後、騎乗し続けることになる。このレース以前は一度だけ騎乗。その後岩手地区のダービーに当たる小塚多賞を2着に1.5秒差で圧勝。この頃から怪物の再来と注目され始める。4歳、ダート三観に挑戦という矢先に、頭蓋骨骨折というアクシデントに見舞われ、ユニコーンステークスは回避。 地元のダービーグランプリは出走はできたものの、万全な体制ではなく10着に敗れた。続くスーパーダートダービーでも10着に敗れた。その後、地元の投下賞を小判相手に勝利。立地区への遠征を積極的に進め、その中で、アブクマポールとの対決は、全国地方競馬連絡会のキャンペーンや地元岩手の競馬雑誌での特集も組まれた関係から、後に、 エーム対決と呼ばれた。川崎記念から指導するもアブクマポーロの前に4着と、敗れる。その後、一旦休養に入る。休養から戻ると、馬体の本格化が進み、シアンモア記念を勝利の後、帝王賞に挑戦。またしてもアブクマポーロの3着に敗れたが着実に、その差を詰めていった。地元のマーキュリーカップで、ダートグレード競争初勝利を収めると、 地元の統一 GI マイルチャンピオンシップ南部杯で4戦闘で押し切り、アブクマポーロを相手に初の GI 勝利を収めた。だが、東京大賞典では再びアブクマポーロの前に日着に敗れた。ライバルのアブクマポーロが川崎記念に向かうことと、距離実績と勝負付けの済んだ格下のメンツが集まっていたことから、フェブラリーステークスに出走。当初は、 この出走を無謀と見る向きもあったが、終始危なげないレース運びで圧勝し、地方所属馬として、初めて JRA の GI 優勝馬となった。レース後、岩手から駆けつけたファンの間からイサオコールが湧き上がり、その一団の中から、夢をありがとう。感動をありがとう。と書かれた応援幕を、ウィニングランで戻ってくるオペラと、君旗手に掲げていた。地元市岩手日報は、 この回郷一面で大きく取り上げた。名声オペラがフェブラリーステークスを優勝するまでの物語はプロジェクト XNHK で紹介された。なお、現在に至るまで JRA の GI を制した地方所属場は名声オペラただ一等しかない。この頃はドバイ遠征も視野に入れられていた。夏シーズンの帝王賞もアブクマッポーロが怪我で不在のため、 断然の一番人気に押され、見事期待に応える圧勝。秋シーズンは、南部灰からの指導予定であったが、午前休節縁で回避。そこから、出走スケジュールが狂いだし、年末の東京大賞店では、早めの大池馬場入球が裏目に出て、11着に、敗れた。連覇を狙い、フェブラリーステークスに出走。前年からの調整不足がたたり4着に敗れる。 この影響は、夏頃まで続き、帝王賞も14着に敗れる。その後、地元重賞の道の区対象店で3連覇を果たし、復調の兆しを見せたが、左前足浅久県へを発症。この競争を最後に、現役引退となり、守護場生活に入った。35戦23勝、以下は主な勝ち案。引退後は、レックススタッドで、種子バ入り。 初年度こそ84頭に種付けする人気を集めたが、年々、種付け頭数が減少し、5年目には1桁にまで落ち込む。しかし、韓国に輸出された産区は全頭を勝ち上がるという、好成績から、韓国の生産者からの熱烈な要望があり、3年間の期間限定、あと2期間を延長を条件に2006年8月に、韓国への輸出が決定された。 韓国では2010年に初年度3区がデビューし、ファーストシーズンサイヤーランキングで3位となった。翌2011年には、ソスルッテムンが、内田が年を記上で、韓国のサツキ賞に当たる黒カッ,ップマイルを教えている。比較的早い時期から使え、芝田ート問わずに、距離も短距離から中距離まで融通が効くが、重症実績が示す通り、距離が伸びて、進化を発揮する3区が多い。 父同様、小馬になってからでも成長する傾向がある。地方では、ダートと芝の両方で重症化チューマを排出している。2010年2月21日の東京競馬場、第12競争の JRA プレミアムレース、東京ウィンタープレミアムにおいて、副大としてつける競争馬を過去のフェブラディーステークス優勝馬から選ぶファン投票が非。 中央競馬会ホームページ上で行われた。その結果、本場が最多得票を集め、名声オペラメモリアルとして行われることになった。2011年10月10日の東京競馬場が岩手競馬を支援する日として開催されることに伴い、第9競争が名声オペラ記念掛け発祥として行われた。2016年7月1日、 つなぎ用先の韓国にて心不全により死去。22細胞をつ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。